持ってとカープ、地味にやばい。ちょっとやばいだろこれ。派手にやばい定期。秋山の通算安打数という楽しみがあるから。派手にやばいのにネタにもならないカープ。カープの打線点取れる気がしないやが、いつになったら得点取れるんやろな。藤井捨てた広島。ボッテ、こいつがマーティン・レアードとバイバイした理由。ボッテはちょっと前まで優勝争いしてなかった。なんでこうなったの？レアード・マーティンがすごかったからな。外国人野手との球団も外れすぎてて、二人暴れるだけで優勝候補やねん。ボッテの勝ち筋って奇跡が起こることしかないよな。西武も地味にヤバくない。西武、ボッテ、広島が3バカってことで OK。広島って5年くらい暗黒期入りそう。何もかもひどい。2、3年前からもうずっとこんなよ。今からでもマーティン呼べよ。ポランコしかいないのヤバすぎやろ。山口浩輝は30本打つとは何だったのか。一時まで実戦三振一つだけとかキャッキャしてたのに、ラスト10戦とこの2試合で20個くらいしてるやろ。ボッテは外国人当たらないとどうしようもない戦力そうだしな。当たってもどうしようもない。当たるも何も野手はポランコしかいない時点でね。ボッテは佐々木の登板日は楽しめるやろ。広島には何の希望もない。予想できた未来すぎるけど、広島はロッテよりはもうちょい打線マシやろ。なんで同じことやってるんや。2試合で1点も取れないチームが2つもあるとは思わんやろ。中日ですら1試合は完封されてないのに。セリーグはヤクルト以外どこも弱いんだから、広島のことバカにできないだろ。